ゴールドクロスを奪われるとは。このバカどもめ、早く取り戻してこい。目の前で奪われたのは尺だからな。今すぐ出発だ。待て。待てん。情報によると一騎たちは富士の十風穴にいる。お前もさっさと行くんだ。一騎の目的はゴールドクロスだけではなく、むしろ俺たちである気がする。シリュウ、ロウ氏は実はお前の心を試すために病と偽っていたって聞いたぜ。ああ、ロウ氏はお元気だった。それより俺たちのクロスは前の戦いで壊れてしまった。そこでジャミール高原にいるムーと待っていてくれ。十風穴の戦いが始まるまでにきっと。頼みましたよ。ゴールドクロスはギャラクシアンウォーズの商品と。ゴールドクロスを取り戻してくれたらグラード財団がお前たち。ここがムーの館か。はあ、さすがに空気が薄い。どうもさっきから同じところをぐるぐる回っているような気がするが。こいつらはクロス修復の途上で力尽きたセイントの亡霊か。クズ、お前も俺たちの仲間になるのだ。そうはいかん。俺の帰りを心待ちにしている友がいるのでな。いいぜ。いざ参る。行くぞ。ノザン昇竜派。行くぜ。俺に任せとけ。見えたぜ。いいぜ。受けてみろ。どうだ。これだ。行くぞ。受けてみろ。ペガサス流星拳。見えたぜ。いいぜ。いざ参る。行くぞ。はあ、エクスカリバー、俺に任せとけ。ペガサス流星拳。この身を八つ裂きにされようと俺はアテナを守る。まだこれだけの亡霊がいるのか。ならば全員一気に片付けてやる。これがジャミール高原の本当の姿だったのか。着いた。あれがムーの館か。ここがムーの館か。あっ、塔の上に誰かいる。あいつまさかクロスの墓場を抜けてきたのか。ムー、降りてきてもらえないか。頼みがあるのだ。ふん、だったらここまで上がっておいで。ただしそう簡単には上げてやらないけどな。くらえ。下の階を吹っ飛ばすなんて。時間もないのでな。やむを得ず手荒になった。お前、館をぶっ壊しておいてなんて言い草だ。許さないぞ。
ウルフクラスター受けてみろ。そーらしな。行くぜ。死ぬ。俺に任せとけ。見えたぜ。おりゃ。ハンギングプレア。せい。避けたつもりが。ウルフの牙を食らえ。デッドハウリング。いいぜ。ウルフクラスター。避けたつもりが。無益な殺生はしたくない。非礼はお詫びする。しかし今は一刻も早く。違う、オイラはムー様じゃない。キキよ、また悪さが過ぎましたね。ムー様、なんという強大なテレキネシスだ。ムー、どうかこのクロスの修復なら不可能です。この二つのクロスは死んでいる。信じられないなら自分で確かめてごらんなさい。クロスの力が全く感じられない。これがクロスが死ぬ。しかし何とかならないか。我が師どうこより。どうこの弟子、道理でここまで来られたわけですね。表面の傷は修復できても、クロスに宿る命まではクロスを復活させるには大きな代償が、セイントの大量の血が必要なのです。それでもクロスを修復したいのですか。うん、どうか俺の命を使ってほしい。この地でクロスが。俺の命は仲間たちにもらったもの。俺一人の命で聖夜が勝てるというなら。この男、そこまでの覚悟。ではムー、あとはお任せする。まるで躊躇することなく、これほど友情に熱い男は危機。始めましょう。出ないと死竜の命が危険です。ヒヒヒ、オイラに任せな。情報によると、この十風穴の奥にブラックセイントたちがいるそうだ。そろそろ死竜も戻ってくるはず。あいつは言ったことを絶対守る男だ。約束を破るようなことはしない。クロスの箱だけ。いたずらはやめたらどうだ。もうひどい奴らだな。ふん、せっかく人が親切にペガサスのクロスを運んできてやったのに。そいつは悪かった。でもシリはどうして来ないんだ。クロスの修復にはセイントの血が大量に必要なんだ。だからシリュウは自分で手首を切って。なんだって。それじゃシリュウは死んだのか。おい、そんなに焦ったってしょうがないって。待ってる間に新しいクロスをつけてみなよ。シリュウが意識を失う前に言ってたよ。必ず一機を連れ戻せって。それとクロスを受け取ったらすぐに装着し。これが神聖ペガサスのクロスか。シリュウが命を懸けて蘇らせたクロスだ。シリュウの魂がこもっている。シリュウが俺の勝利を信じてくれているなら、俺もシリュウが生きて。シュン、ヒョウガ、シリュウの信頼に応えるために出発だ。あいつは必ず生きて帰ってくる。約束したんだ。一緒に十風穴に行って一騎を連れ戻すって。一気は強いけど、俺も早めにレベルを上げたいんだ。任務以外他の方法はないか。実はもっと効率的な修行方法がある。そこには星座